狩りへ出る前には戦いにイノシシの お庭をお花で綺麗な北平原におる羊の肉は羊の肉取ってきたよ。ありがとう、助かったわ。ほんとうちの子供は羊の肉が大好きなの。また鶏の卵の隠し場所？物陰。いらっしゃい。ひと休みし。こんにちは。うん。この村の特、この村だけでなく、あと館長のポポルさん。最近。いらっしゃい。また。この村の高い場所、子供は元気。Thank you.
彼女のためにもたくさん。やっぱり。お金なんていらないわ。この水門よく壊れるんだよ。すまん、子供たちが勝った。元気なのはいいけれど、うちの子もヨナちゃん。あの大きな水車って、行け、魔物め。村人が襲われておるぞ。Thank you.
助かったよ。ここも物騒になってきたからね。これはお礼だ。使ってやってくれ。Thank you.
疲れるね。この年で階段を登るのは辛いね。でも今日こそあの人が戻ってくるかもしれん。灯台の明かりを消したままになってできないよ。薬をか。むやみに探しても見つかるわけではないな。どうしよう。どんな魚かもわからないし。ひとまず町の住民に話を聞いてみるのがよかろう。そうだね。お店で売ってるかもしれないし。貿易のおかげでこの町は他と比べてだいぶ裕福よ。ここは数少ない港町よ。いろいろな品物を扱ってるから何でも揃うわ。町の中心には郵便局があってね。あとはそうね、海でしか。驚かせないでよね。ここなら静かにしてれば絶対見つからない。ラチが開かぬな。うん。では薬湯に壊す。え、そんなことが。もちろん。最初からすぐに助けを。わかった。すごい。見直したか。ではもう。昔はこっちの門も使っていた。私の夫も。うちのおまじないをする。まったく。日中はか。新しく入った。僕は大きくなったら次の寮に出る。ま、スリウオ。暗い顔を見せも寮には使っ勝手に乗っていったり。そん
なところで寮へ出る前変更を予測する。みんなで薬をかい。ついでにまた買いに。ついでにまたか。郵便局で配達を。配達員さん、今夜も薬を。ついでに薬を。今晩もうない。外国からと。ここじゃ釣れないんだよ。竿をやるから自分で釣ってこい。釣り魚は西の入り江で釣れるぞ。釣り方？そんなことも知らないのか。魚の動きとは逆方向に体を動かすだけだ。ほら、ルアム野郎。釣りは魚との体力勝負だからな。まずは入り江に行ってみよう。
はあ、ちょっと仕事に使っ。魚の動き。新築。78回に及ぶし、よし、どうにも疲れるね。ちょっと、ん？ちょっと。こんな老婆が大変そうにしているのに、見て見ぬふりかい。ああ、まったく最近の若い子と聞かん。血も涙もありゃしない。え、僕のこと？よせ、足を止めるな。こういう手合いは武士が得策であるぞ。おばあちゃん、どうしゃべる本なんて機械なものを見たせいか、我が機械、何が真剣なものか。君がわ、ちょっとしろ。ちょっとお待ちよ。かわいそうなものか。どうしたの、おばあちゃん。もうちょっと早く助けてくれても。ごめんなさい。それだけ口が回れば大抵の用事はこなせそう。郵便局まで行って。そのくらい。あ、いただ、わかった。
いや、入りで会ったおばあちゃんが自分、ああ、いかにも。届けたいのは山々なんだけど。そうか、それは大変。やめろ、口に出すな。いい、僕が配達員さんの顔。すまないね。知って。あ、今度は君たちはポポルさんの、そうだよ、服がちょっと違うし、もしよかったら村に戻った時に。もちろん。まったく、この調子なら郵便配達。確か東大に行ってみ。まったく。なんだ、あんたかい。何しに来た。望み通り手紙を届けに来た。配達員さん、怪我し、怪我、まったく使えない配達員だよ。手紙をくれる相手がおった。大事な人だよ。あたしだ、ま、届けてくれたお礼だけはやる。手紙を送る。大事な人。
ヨナに早く薬。そこのアン…ジョン…ジョンはう…ああ、そういう…いつも北平原…わかった。よろしく…おじいさん…なに…いらっしゃい。毎度。いらっしゃい。またか。
最近この村の特徴、この村だけでなく、あとか、いらっしゃい。チューリップの球、ありがとう。これは あ、大事なことを忘れてた。また海岸の町に行った時にでも収穫即わかった。この村の鶏って高い場所、子供は大丈夫だよ。今薬を飲ませてやるから。ちょっと苦いけどよく効くから。お兄ちゃん、ヨナ苦くても平気だよ。ヨナは強いな。調子はどうだい？うん、もう痛くないよ。そっか、よかった。本当によかった。ねえお兄ちゃん、その子本は何？そうだ、ヨナにも紹介するよ。我が名は白の書、深淵なる英知の。シロちゃん、我が名は。シロもずっとヨナのことを心配してたんだ。そうなの？ありがとう、シロちゃん。もうその呼び方でよい。この兄にしてこの妹ありって。じゃあお兄ちゃんはポポルさんに用事があるから
おとなしく寝てるんだぞ。うん、ヨナね、お兄ちゃんのためにシチューの作り方を勉強。そう、ヨナの悲しむ顔。よし、本当いつでも作れ。料理の材料ね。何が言いたいの？別に何でもない。そりゃヨナの料理は絶品とは言い難いけれど、それでも愛情がいっぱいで、可愛い妹に料理を作ってもらえるってことはお兄ちゃん冥利に尽きるってことで。別に何も言ってはおらんよ。そう、まあ頑張ることだな。うん、お庭を。綺麗な花を。東の方に崖に囲まれ。いらっしゃい。またか。ヨナ、ありがとうお兄ちゃん。あ、ヨナ。材料は細かく切るようにするんだよ。まさか煮込みすぎて溶けちゃった。お兄ちゃん、食べて食べて。うん、いただくよ。明日もしばらく寝込むことになりそう。苦いお薬も早く買って。
ホフォルさん宛ての手紙を持ってきました。ありがとう。これはどうしたんですか？海岸の町の町長によると、崖の村に魔物がまた大量発生しているらしいの。そうか。でもあそこの巨大魔物には僕の武器は歯が立たなかったんだ。武器をもっと強くする方法はないですか？それならロボット山の方で取れる金属で武器を強化できるって聞いたことあるわ。山の入り口にある商店でやってくれるはずよ。わかった、訪ねてみます。強化にはお金が必要だから用意を忘れないでね。1000ゴールドくらいだと思うけど。1000ゴールドか。お金が必要な時は酒場に行ってみるといいわ。村の人からの依頼なんかが集まってるから。わかりました、ありがとう。おか村わかります。ちょっと酒場に行ってみようかな。